はい、コツの締め部屋へようこそ。今回はね、はい、またフィギュアの紹介となります。今回はね、ちょっとかなり変わった、ものを発見したので、そちらの紹介をしていこうと思います。はい、それがね、こちら、じゃじゃん、はい、俺の中学校アスナロ編全6種1回200円ということでね、ガチャガチャの景品なんですけど、これ全然俺違いなかったね。うん、何この変なのと思って、まあ、ガチャガチャ専門店で購入したんですけれども、まあ、全種コンプリートしてます。はい、で、まあね、ちょっと見た感じね、結構出来が良さげだったんでね、うん、あれこれちょっと面白いんじゃないのと思って、購入しました。はい、なのでね、こちらをちょっと開封して、いろいろとね、見ながら組み立てながら、皆さんと一緒にね、見ていきたいと思います。では早速ね、ちょっとバーって全部出してみたいと思います。はい、一応ね、大袋から出しました。はい、で、一応ラインナップを見ていきたいと思います。はい、こんな感じで、まず俺とカバン4800円って書いてあるけど、はい、まあ要は素体ですね。はい、突っ張りの素体で、お気に入りの長蘭19800円、高っ。まあでもそんなもんか。はい、でお気に入りの土管9800円で、俺の机と俺の椅子プライスレス。何やねんそれ。まあね、自分の持ち物じゃねえからな。はい、でひよこ先生の机と出席簿プライスレス。はい、でひよこ先生の椅子と三角定規分度器コンパスほうきバケツ雑巾プライスレス。これすっげー細かこれ、とにかくね、これを着せられるっていうのがね、すっごいなんかね、そそられたんですよ。ちょっとどうなんのかなと思って、ちょっとね、すごいことになりそうな気がするけど、まあ一応素体はね、こんな感じで、はい、もう眉毛なんてもうあれですよ、反りまくっちゃってる。これ目つき悪いわ。でもスマイルチェンジするね。すっごい、パンツがブリーフっていうね。そこブリーフなんかいっていう、せめてボクサーパンツにしとけよ。でカバー、後ろにチャイナって書いちゃってるけどね。でこれが、これが土管かな。はい、これは土管ですね。ここでマジックテープになってんだ。ここマジックテープになってるんですね。ああ、なるほど。はいはいはい。こういう感じね。はいはい。で、長蘭。長蘭にはなんとね、虎と竜のステッカーがついてます。すげえ、多分内側につけるんだろうね。長蘭。すげえ。ボタンがね、シュールだな。ボタンもうちょっとなんかね、なんか別の材質の方が良かったんじゃないかなと思うけど。すごいな。
別のね、多分ね、第2弾があったのかな。なんか入ってたものがちょっと違うんですよね。なんかハンガーとかあるんですよね。これ何なんだ。はい。しかもね、まあ6種類は入ってたんですが、こうもう1個ハンガーがあるんですよ。これなんだろう。向こうの入れミスかな、それとも俺の勘違いだったかな。まあ後でちょっと確認してみます。はい。って言っても多分今字幕で出てると思いますけど。はい。はい。で、あとはね、最後の、はい。椅子、三角定規、分度器、コンパス、ほうき、バケツ、雑巾というね、はい。結構いっぱい詰まってますね。はい。はい、こんな感じなんでね。ではね、一応、ちょっと全部組み立ててみたいと思います。はい。一応ね、土管だけ履かせました。こんな感じ。すげえ。ちゃんと土管だよ。すげえ。もう胸のあたりまでがあるからね。ここにポケット作ってほしかったな。ポケット、そうすれば手突っ込めたのにな。はい、では次長卵着せましょうか。はい、長卵着せました。こちらサイズが合ってねえ。サイズが全然合ってない。なんだこりゃ。すっごいなこれ。全く合ってねえじゃん。これはどうなのこれ。いや、これはあえて着せねえ方がいいなこれ。変だわこれ。相撲取りみたいになっちゃってる。はい、一応ね、はい、こういう感じで完成しました。はい、一応ね、小物類はこういう三角定規とかね、こういうね、はい、あ、なんか輪ゴムがついてますね。はい、こういう小物とかは出来がいいんですけどね。分度器、あとこれね、コンパス、こう黒板にカッてやってね、円を描いたりするやつです。今あるのかね、学校であんのかな、使ってんのかな、先生とか。こう食いて黒板でね、円を描くとき、はい、懐かしい。はい、で、問題のね、この机と先生の教卓は入ってない。さっきのはこれですね、ハンガー。それでした。はい。勘違いしてました。はなから机と、教卓はね、入ってないっていうことでしたね。てっきりこの全部入ってるのかと思ってた。違った。はい。で、結局ね、長卵が、これ、着せれないんで、まあ、でもね、内ポケットにこうやってね、虎の刺繍シールと、こう、竜の刺繍シール、ありました。まあね、やっぱこれはね、主張しすぎないように、やっぱこうね、本当にかっこいいやつはね、こういう裏側に、こういうのを作るんですよ。刺繍を。派手好きなやつはただ、こういうところにね、入れますけど、本当の、強いやつっていうのはやっぱこう実家に主張せず、入れるっていうね。はい、ということでね、いやこれ実はね、結
構もう古いんだよね、もうね、これ。このシリーズ自体がね、あの友人っていうメーカーから出てるんですよね。はい、ここの友人。これってどんぐらいだっけ？結構もうね、時間つうか年数が経ってると思うんだよね。見たことないなと思って。しかもこれ見て、次回謎の転校生がって言いながらこれ多分出てないんだよね。第2弾出てないんだよね。不評だったんだろうな。長蘭がでかすぎんもん。これ長蘭ぴったりとかだったら最高だったのにな。もう写真の感じでもでけえのわかるもんね。ボタンの大きさよ、合ってねえもん。はい。でそのもう素体はね、もうしょうがないからもう素ですよ。まあでもポーズ決めましたけどね。いいんじゃないですか。まあ座らせることもできるんですけど、これ中でね、ズボンの中でパーツが外れるとね、一回ズボン脱がさないとダメなんですよ。超めんどくさいんで、ちょっとあんま動かせらんないんだよな。多分座らせることもできると思うんですけどね。まあでも立ちっぱでもいいっしょ。はい。もうこんな感じでいいじゃん。かっこいいじゃん。無理やり感あるけど。はい。こうね。はい。まあ、いいじゃない、いいじゃない。はい。ということでね。いやー、こういう変わったね。ガチャガチャ、いいですね。ちょっとおバカさんなところがいいですね。はい、味がある。これ決してあの福袋の続きじゃないですからね。自分が好きで買ったもんですから。はい、なんか福袋があったら入ってたみたいなやつじゃないですから。はい、もう多分今はどこにも売ってないですよこれ。はい、ということでね、次週はねまたちょっと変わったねガチャを買ってるんですよ。はい、そちらの方もね、紹介したいと思います。はい、いやこういうおバカなの好きだな俺。うん、はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。